ご視聴ありがとうございます。今日は2月9日の水曜日、今札幌市の北区に来ています。ここは北区にある JR 札沼線の太平駅の近くです。なんかね、噂に聞いたんですけど、今年は札幌市は北区と東区と白石区の雪がやばいみたいに聞いたので、ちょっとね北区の方に来たんですけど、あ、ここ線路歩けんのかな。こっちにね、今日の目的地の JR 太平駅があるんですけど、初めて来ました。ここは札沼線の、こっちに行くと札幌駅があって、こっちに行くと愛の里とか北海道医療大学でしたっけがあるんですけど、ここあの線路なんですけど雪積もっちゃってるんですよ。こんな感じで、あの2月の6日に1日の積雪が60センチあった日があって、あ、こんな感じでね、わかります？線路結構僕の膝の高さぐらいまで埋もってるので、で多分これずっとこの先もこんな感じで続いてるので、まあ、これ今こういう状況です。あの2月の6日に大雪があって、7日8日は札幌駅発の JR が運休になって、昨日の夜、あ、8日の夜か、小樽札幌間開通っていう速報が昨日の夜流れてたんですけど、札沼線の方は今こんな感じです。これが2月9日水曜日の昼の状況です。北区さ、なんか雪の積もり方が他の地域に比べてワンランク上というか、ちょっと格が違う積もり方をしてるんですけど、このつららやばくないですか？めっちゃトキントキンなんだけど、やばい、これ刺さると、いって、痛い、刺さりますよこのつらら、めっちゃトキントキンなんだけど、やばい、すごいな、雪も多ければつららも鋭いのか。ちょっと歩こう。僕ね、なんで太平駅にいるかっていうと、本当はね今年の1月に YouTube の企画をしてたんですよ。タイトルはそうだ北区に行こうっていうタイトルで、丸1日北区でね遊ぶっていう動画の企画をね去年から考えてたんですよ。それを今年の1月にね撮影予定だったんだけど、あのさ、百合ヶ原公園とかびっくりドンキファーム太平店びっくりドンキのとか北海道大学とかね行って北区で遊ぶっていう企画を考えてたんですけど、ちょっとね中止しました。それはなんか今の北区の状況がさ、イレギュラーな感じというか異常事態なので、もうちょっとね落ち着いたらというか普通の状態に札幌が戻ったら、そうだ北区に行こうっていう企画をねまたやろうかなと思って、まあ今日は下見じゃないけどそんな感じも兼ねて歩いてるんですけど、またなんか札幌市北区で面白いとことか、ここ行った方がいいよっていう場所あったら教えてください。そうだ北区に行こうとか、ね、いろいろ考えてます企画を。ちょっとね雪が多すぎてマップ通りに進めないっていうのが辛いとこだよね。細い道は全部もう雪で支配されてるから、まあ、このまま歩きましょう。ちょっとね正直迷子になりかけてるけど、すごいな、もうどこも雪の山が高いというか。でね、なんかね今年は北区と東区と白石がやばいって聞いて、僕いろいろ調べたんですよ。札幌市のホームページで調べたんですけど、あ、まずね札幌市には10のね区があります。北区、中央区、手稲区、白石区、西区、東区、豊平区、清田区、厚別区、南区があるんだけど、ここの全部の累計降雪量のねグラフを調べたんですよ。積雪量のグラフっていうのかな。まあ、調べたら、まあどこの地区もいつものね平均よりはねもうダントツに多いんだけど、その中でも特にね北区の愛の里と厚別区がねめっちゃ多かったです。なんかずば抜けて何今年のさ積雪量が跳ね上がってたんだけど、で意外だったのが南区、札幌の山というか田舎って言われてる南区の積雪量がさ、まあ今年多いことは多いんだけど、他の地区に比べてさすごい跳ね上がってるわけじゃなくて、もっと山の方のね定山渓とかね
は少なかったですよ。他のね、上げ幅、上がり幅は少なかったです。あ、これやばいです。こういうとこでタイヤがね埋まるんすよ。こんなんばっかだよ。まともな道がねあんまないね、こっちは。なんか大きい道路に出た。ここはなんだ。あ、マクドナルドがあるや。マックがあります。わかる？雪の壁からちょこんと出てますよね、マクドナルド。マックに行きたいよ。本当は今日びっくりドンキー行きたかったんだけどさ、太平店。ちょっと歩いていくのは無謀かもしれないってことに気づいたのと、え、やばこれさ、信号さ、歩道さ、あの山を越えないといけない感じかな。わかります？この無謀な感じ。ただの山じゃん。浜寿司もあるんだ。ココイチもあって、いいよねココイチ。これどうやって大丈夫か、これ普通に山なんだけど。え、シンプルに山登り。こんな雪山登山じゃん。やばいやばいやばい。高いとこから見下ろしてますけど、やばいやばいやばい。こういうの、こういうのさ嫌じゃないですか、こういう道。滑るか埋まるか。よし、オッケー。ガストとマクドナルドが近くにある。こんな最高すぎるんだけど、北区に住んだらここに通っちゃうかもしれん。あとゲオもあります。なんだかんだなんかいい店揃ってますね。ホーマックもあるし、あ、モスバーガーもある。ソフトバンクもある。なんか南区とか中央区の方だけ見て大雪ですとか言っててごめんなさいっていう気持ちになる。ちょっとレベルが違うな、こっちは。北49条、北って49まであるんですね。すごいな。もっとあんのかな、この先にも。自分が歩いてるとこよりも車が下の方にあるのがすごい不思議な感覚というか。今車をね見下ろしてますよ、歩道から。すごいな、こんだけ雪の何塊で上まで押し上げられちゃってるってことだね。こういう道路よ。これが股関節グーンってなるタイプの道路です。滑ってさ、真ん中通ればグーンになるし、サイド通れば下の方にグーンってなるし。中央バス北45条、まだよくわかんないな。なんか丁寧に階段になってる。このままこっちに行けば南の方にちゃんと行ってんのかな。こうやってだんだん雪の層になっていくんだよね。下が昔の雪でまだ真っ白いのが今日の朝かな、昨日の 夜かなって感じ。北45条東8丁目。ここはあれですね、停留所休止のお知らせになってますね。この雪の壁の高さすごいっすよね、本当に。すごいな、こうやって車道のさ、車側から見たらあんな感じでめっちゃ高い壁に見えますね。あれこそあれじゃん、雪の層がよく見えますよ。ここは綺麗に雪の壁の断面がわかります。化石が出てきそうだね。なんかいろいろお宝が埋まってそうだけど、これを見て美味しそうだねっていう人もいるよね。スイーツみたいだねって。こういうさ、細い道をさ、人とすれ違う時あるじゃないですか。なんかああいう時のあ、どうもみたいな声かけじゃないけど、あの感じってさ、雪国でしかね体験できない瞬間ですよね。道譲り合ってあ、どうもみたいな。ここやばいです。これがわだちってやつですかね。さっきゴミ収集車がすっごい上下にバウンドしながら走っていきましたけど、これか、これが噂の北区の住宅街のやばいとこか。俺は今どこに向かってるんだろうか。なんか迷子になってるんですけど、
大きい道路にたどり着ければいいかなって思ってるけど、多分トラックの音が聞こえてきたのでここら辺かな。まあ、こうやって僕は北区に来て動画を撮ったところで、この大雪問題は何の解決にもなんないですけど、それは本当に申し訳ない。動画だけ撮って公開してやばいですよねだけ言う人にはなりたくないんだけど、それは本当に申し訳ないです。そこを不快に思われてる方がいたなら、俺もねそれ嫌だもん。やばいですやばいですだけ言ってさ、そんなテレビの人と一緒じゃん。なんか俺にできることないかなっていつも考えてるんだけど、なんかごめんちょっと多分カットしたと思うけど、テレビ番組の批判してたらさ、上からヘリコプターが飛んできてる。やばいか、特定されたかな。ちょっとカットしとく。ニュース番組へのちょっとね対抗心があるんだ、 YouTuber として。まあでも皆さんご視聴ありがとうございました。ほんとなんか頑張っていきましょうしか言えることないんだけど、僕も今日帰って雪かきをするんだけど、まあ、いつも通りね頑張っていきましょうしか今はちょっと言えないんだけど、申し訳ない。まあこれが今の北区の状況というか、まあ、またね北区に来るので、ちょっとね落ち着いたら雪が遊びに来るので、いろいろまたなんか詳しい人いたら教えてください。ここ行った方がいいよ的なやつ。じゃ寒くなってきたので終わりますね。ご視聴ありがとうございました。雪かき皆さんお疲れ様です。